ビデオダイアリー、November 15th, 2023, by Hiroshi Hayashi, Hamemet City, Japan. ビデオ日誌、2023年11月15日、林博史です。今朝はですね、朝一番に、昨日山で採りました落ち葉、つまり堆肥をですね、庭に撒きました。来年の春の畝作りということになります。山の家の周辺にはですね、落ち葉が至るところで堆肥のようになっています。それをですね、大きなポリ容器に入れて、行っては持ってくる、行っては持ってくるを繰り返しています。まあ、こうしたその農作業においてはですね、とにかく、まあ、分かりやすく言えばお金をかけないということですね。お金をかけないということはですね、身の回りにある自然を大切にしてですね、その自然からまた自然を生み出すという精神へとつながっていくわけです。と言いましてもね、結構お金はかかりますけどもね、実際にはつまり収穫して得る、まあ、利益というよりもですね、作物ということになるわけですけども、よりもですね、苗代であるとかね、肥料代であるとかね、まあ、そうした諸々の費用の方が結局は高くつくわけですよね。ですから、まあ、それぞれの収穫の旬の時期にはですね、ショッピングセンター行ってもですね、そのものの値段はできるだけ見ないようにしています。見れば見るほどがっかりするだけですからね。苗代が250円だった、しかしできた収穫物はですね、まあせいぜい200円か300円かなということになるわけですからね。ですからがっかりするってことはよくわかってますのでね、まあ、できるだけ見ないようにしてね、そうじゃないんだ、そうじゃないんだと自分に言い聞かせて、日々この頃ですね、まあいろんな農作業を楽しんでいます。で、今日はですね、私、まあ、今ちょうどご覧いただいている動画がそれなんですけども、よくねこんなこと言いますよね。例えば UFO が近くを飛んでいるとですね、あるいは飛ぶとですね、あるいはそうした状況に置かれるとですね、車のエンジンが止まったりですね、あるいは光が点滅したりね、あるいはラジオが鳴らなくなったりとか、いろんなことが起きるんだってことはよく言われてますよね。で、実はですね、私もまあそういうものかなと、まあそういう話はありますからね。それこそね、スティーブン・スピルバーグ監督のね、あの未知との遭遇の映画の中にもありましたね。突然、まあ、ラジオが鳴り出したり、もういわゆるおもちゃが動き出したり、あれ逆にってこともあったわけですね。で、そういうことっていうのはあるのかななんて思っていたんですけども、今日はですね、その証拠といいますかね、まさに証拠のようなものをですね、掴むことができましたといいますかね、それを皆さんにね、ご覧いただけるような、そのレベルでですね、その証拠をお見せできるようになりましたということなんですね。で、今ご覧いただいているのはですね、去る、2023年10月26日にですね、ずっと勉強会などを通してですね、まあ、私にですね、協力してくださった大根田カオルさんという方がですね、亡くなられました。それでですね、その11月、まあ、10 1日からに、まあ、現在6日までに、まあ、このそのいわゆる、まあ、防犯カメラに映ったのは6日までなんですけども、その間にですね、その大根田カオルさんのご自宅でですね、奇妙な現象が起きたということなんですね。で、その防犯カメラにはですね、今ご覧いただいているようなものが映り込んでいたということになります。はい、私もこのような、そのいわゆる光現象といいますかね、開口体といいますかね、開口現象はですね、初めて見ます。で、その中に一つ大変気になる、シーンがあるんですね。それはその、ごく最近ですよね。ということは、一番そのこうしたそのたくさん全部で、そうですね、15ファイルぐらいになっているんですけどもね、その15ファイルの最後の部分にですね、奇妙なものが映っていたわけです。で、その前に、まあ、皆さんに説明しなければなりませんけれども、この防犯カメラは大変優秀な防犯カメラでしてね、赤外線で真っ暗な中でもその撮影することができる、そういう優れものだということですね。なおかつ人感、いわゆる動き、動態にですね、感応してスイッチが入ってですね、そしてその、いわゆるその
主を映し出すと。で同時にですね、そのカメラそのものがですね、例えばその被写体がですね動くとですね、それに合わせて、まあ、その被写体も動いてですね、そしてその物体を撮ると。なおかつそこで撮られた動画はですね、即その指定のですねスマホの方にですねファイルが送られて、でそれを受け取って、そのファイルを受け取った方はですね、そのスマホにまあそうした警告音のようなものが出ててですね、それを直接見ることができるという、まあそういう優れものだということです。で今その4コマに分かれてますけども、4つのシーンに分かれて、これはあの別に4つにシーンに分かれたということよりもね、それぞれ1日からまあ日付を見るとですね、6日までの間にまあいろんな場面で撮られたと。でそのオーネザ・カオルさんですね、最後の最後まで背をなさったその W さんって方の証言によればですね、その真夜中に起きるんだと、それも明け方であるというのことをですねおっしゃっておられました。はい、でやっぱちょうどこれ見ていただいて、このシーンがとても気になったわけですね。左下から右上の方、右下からですね左上の方にスッスッといわゆるまあ光が走っていきますね。これを見たときに他にもですね、実はね2箇所見つけましたから、合計3箇所にわたってですね、このような光がですね移動していくのが、そのいわゆるカメラ、いわゆる防犯カメラに映っていたということです。でこの光はですね、もう言うまでもなくてますが、皆さん私の動画ご覧になってくださっている方はご存知かと思いますけども、毎回ですねこのビデオダイアリーの冒頭部分でですねお見せしている光と全く同じなんですね。くるくると回転しているようであり、時々パッと光って薄くなっていくというような、まあ、変化を見せながらですね、そして移動していく。速さもほとんど同じと言っていいんじゃないかと思いますね。速いですけども、まあ、目に留まらぬ速さでもないということなんですね。そこでですね、この今ちょうど、まあ、これから出てきますけども、この時刻を見ていただきたいんです。下にね、2023年11月4日というふうに、まあ、ここにその撮影された日時が表示されているわけです。でこの矢印のところ、これから出てくるわけですけども、これから皆さんにお見せしますけどもね、その矢印のところを注意してくださいという意味で、ね、矢印ということは日付を見てくださいということなんです。でこうして、まあ、ずっとですね、日時、これは6月、6月5日、というふうになってますね。そうじゃないのか、5時40分ですね、午前中05時40分48秒という意味ですね。はい、ちょっと見にくいですかね、小さいです。で、あえてこれ小さくそのまま出しているということはですね、私の方でこれ拡大しようかなと思ったんですけども、そうするとですね、いわゆるまあ手を加えることになりますからね。ですからまああえてまあその拡大しないでね、そして皆さんにご覧いただけるようにしているわけです。で、11月6日ですねの午前5時40分です。ここでですね、この時計が止まっていることに注意してください。止まってるんですよ。つまりこの現象が始まると同時にですね、その時計がですね動きをやめるんですね。約2分間これからずっと止まりますけれども、2分間止まっているんですよね。でこれはずっといわゆるまあファイルで送られてきた、まあ、動画をですね全部で、そうですね、40分から60分ぐらいの長さの、まあ、ファイル、まあ、全部集めますとね、それぐらいの長さになるわけですけれども、その中でもですね、このような形で、だからデジタル時計、デジタル表示ですね、のその時計がですね、停止するのはこの時だけなんですね。そして今、奇妙なものがだん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 上に伸びていってですね、最終的に、まあ、棒、スティックタイプ、いわゆる棒のような何か得体の知らない物体になるわけです。はじめ私にこれね、影かなと思って見たんですけども、影ではなくてですね、四角い、いわゆる直方体のね、細長い直方体の棒のようですね、はい。明るくしてみるとそれが分かるわけですけども、そして最終画面に行くわけですけども、ただねこの最終画面でパッと消えるんですね。これがね、その消える1秒ぐらい前にっていうか、これが消えるわけで、消えた途端にファイルはそこで終わるわけです。ですから最後の一瞬だけその時刻を見ることができるわけですけどもね、つまりここで5時40分59秒で止まっていたその時計がですね、その物体が消えると同時にまた動き出すんです。これがまたその絶妙といいますか、不思議なところでしてね、今その瞬間を皆さんにご覧いただけると思いますけども、ポーズしてね、そのまますぐ終わっちゃうもんですから、で、まあ、パッと消えた途端にまた時差の時計が動き出すということです。
まあ、ちょっと見にくかったかもしれませんね。で今ポーズしていました、ね、切れた瞬間後の一コマ、本当に1秒なかったかもしれませんけども、まあ、その時に切れると、まあ、いわゆるこの防犯カメラがですね作動をやめるということなんでしょうね。で58秒で私これはあの私が切り出してみたんですよね。 ということはですね、ちょうど、まあ、2分間ほどですね前後その奇妙な回というか現象が起きるわけですと同時にですね時計が止まってですね、そしてそれがパッと消えた瞬間からちょうど2分後の時計がここに表示されているということです。つまり2分間時計が止まってた、しかしそれが消えた途端にそのなんて言いますか2分経った時刻がここに示されたということになります。こういうことができたイコールですね、私は最初の話に戻りますけれども、よく UFO 現象の一つとしてですね、 UFO が近くを飛んでいるとですね、まあラジオが鳴ったり、あるいは電気がパカパカ鳴ったり、あるいはその、ということはいろいろ言われますよね。ですからそれは話として聞いていましたけれどもね。しかしここで初めてですね、まあ、UFO、あるいは怪奇現象が起きるとですね、この場合ですよ。いわゆる棒状タイプのその奇妙なものが現れると同時に、そのデジタル製品にですね、影響を与え、デジタル機器にですね、影響を与えてですね、そしてこのような形で、そのデジタル機器の内部の、内部クロックって言いますか、内部の時計を止めてしまうというような作用って言いますかね、現象が起きたということをですね、このような形で、つまり証拠としてですね、皆さんにお見せできる形で、まあ私の方がですね、それをまあ検証して発見したということになります。で、私はまあこう思いますね。となるとですね、やっぱり今までいろいろなこと言われてきましたよね。例えば、それこそ未知との遭遇というあの映画の中でも、そうしたその UFO 現象と、それから周りのね、電子機器との関係、影響がですね、あるんだっていう話が、前提となってあの映画もは作られているわけですけども、そうしたことをね、まあ見聞きして、まあ聞いている間のうちはですね、そうかな、そんなこともあるのかな、なんてね、思っていたわけですけども、今日この動画をですね、発表してですね、私は改めて、ああ、そういうもんだったのか、やっぱり噂として聞いていたことは本当だったんだな、というふうに、思いました。それこそね、まあ、エリア51などでね、仕事をしておられたね、方がですね、例えば、UFO は何度も見てるんだと。で、見た途端に、つまり、まあ、いろんなね、現象が起きて、ある時にはですね、無線機そのものが使えなくなったんだっていうようなことを証言なさっておられますけれども、そうしたことがですね、実際に起きるんだ。まあ、それは話ですからね。ということを聞いて、まあ、今、そこで話聞いてたんですけども、実際にはそういうことが起こるんだ、起きていたんだ、そして起きた、その、まあ、その片鱗といいますかね、本当に尻尾をつかむ、のような話かもしれませんけども、その尻尾をつかむ的にですね、つまりそれが事実として、この動画の中で証明されたということになるのではないでしょうか。まあ、言い切る断言するのはですね、大変まあ危険なことですけども、そういうふうに私は考えています。つまりこの証拠、まあ、証拠って言いますかね、はいってことです。で今これはまあ、2、3日前から皆さんに続けてご覧いただいて、発表させていただいてますけども、要するにこうしたものがですね、その、まあ、大根さん亡き後ですね、まあ、3日か6日してですね、こうしたものが防犯カメラに映し出されるようになったということになります。でこれは何かということですけども、わかりませんが、しかしこの動きと大変よく似たのがですね、実は1996年のね、あの STS-80 コロンビア号ミッションによるですね、宇宙遊泳実験ではなされるわけですけども、その時に同時に撮られた、まあ、奇妙な海溝体と動きが大変よく似ているってことからですね、まあしばらくっていうか、もう少しね、まあ、いろんな証拠を集めてですね、皆さんに近くその動画をですね、お届けできるということを願っています。でね、この一つの今日の、まあ、次のステップへと話を進めたいわけですけどもね、こういうことがあるんですね。つまりですね、これがですね、一つのある種のですね、ある種って言いますか、どう言ったらいいのかな、大変失礼な言い方、上の方にね、大変失礼な言い方になるかもしれませんけども、上の方の思考回路ではないかというふうに考えています。というのはどういうことかというとですね、まあ、流れを皆さんにお伝えしたいと思うんですけども、私がですね、2016年の9月に大豪雨事件を経験します。ものすごい雨の音が
窓の外から聞こえていたんですけども、その時雨は一滴も降っていませんでした。そして続いて10月28日にですね、くしくも私の誕生日なんですけども、その日に第2回目の大豪雨事件が起きます。今度は浜松市内の自宅で起きます。1回目は山の家です。で起きるんですけども、その時もものすごく激しい雨の音が聞こえていたんですけども、やはり雨は降っていませんでした。でパッと外へ出てみたらですね、その青い空が見えたんですね。でその時初めて、私は生まれて初めて腰を抜かすという現象を経験しました。歩けなくなってしまったんですね。ふにゃふにゃになってしまいましたね。そういう流れの中で様々な経験をして、まあ、させていただいたわけですけども、しかし、まあ、どの一つをとってもですね、まあ、そのまたどの一つをとってもっていう言い方はですね、まあ、例えばですよ、まあ、どこかの精神科のドクターの前でね話すときにですね、どの話一つとってもですね、即私は、まあ、ドクターの、まあ、言葉としてね、即入院、検査入院は、まあ、させられるような話ばかりなんですよね。はい。ということからですね、私は、まあ、その、ワイフもそう言いましたし、私もそう思って、まあ、よく分かってましたからね、まあ、世間の人たちがどう、そういう話をすれば、どういうふうに思うだろうことぐらいは、もう十分分かってましたから、人にも話さないで、まあ、そういう話を私とワイフの間で、まあ、やったり、まあ、もらったりというようなことをしてたわけです。そして2018年の7月になるわけですね。その時に、まあ、最初にそれを、目撃なさってくださったのが、実は真ん前で 見てくださったのが、ちょうど先ほどの名前を出しました大根田さんなんですね。埼玉県の大宮市からおいでくださっていました方なんですけどもね。でその方がですね、まあ、その方は前から2列目ぐらいに座っておられたと思うんですね、大根田さんはね。そして、まあ、当時12、3人ぐらいの方がですね、勉強会に来てくださったんですけども、真ん前で、私との距離はそうですね、2メートルなかったと思いますね。そのところで、私の背中側にですね、赤い外光がポッポンポンポンと動き回るのを目撃なさるわけです。で、その時からですね、流れが変わってきたわけです。どう変わってきたかというとですね、つまり、それまでは、私とその私の周辺で私がまあ見聞きできる範囲でさまざまな事件が起きていたわけです。ところが2018年の7月からはですね、私から離れたんですね。でその時の気持ちはどういうことかというとですね、もうとにかく日々が重苦しかったんですよね。それこそトルストイが言っているようにですね、信じてあることをね覆い隠しながら、そしてそうでないことを口にするということは本当に大変つらい苦しいことだっていうのことをね、トルストイが書き残していますけども、それを私は、まあ、その自分の体験として経験したということですね。すごい苦しいですね。あれは自分の心が押しつぶされんばかりに苦しいことです。と思い、今はそういう、もうとにかく、例えばね、どっかの会合にして出てですね、誰かが UFO っていうのは存在すると思いますかって質問したとしますよね、私にね。その時に、まあ、実際そういうことが一回そういう場面に立ったことがあるんですけどもね、八ヶ岳っていうところですね、 UFO コンベンションっていうのがありましてね、そこへ、まあ出させて言ってますか、その事件を経験する前からそれに頼まれてましたからね、出て話をすることになったんですけども、その時に、まあ、会場からですね、そういう話が出た時にですね、なんと答えていいかわからないわけですね、私としては。もう見てるわけですからね、2016年の11月28日には見てるわけですからね、まあ、なおかつ見てるだけではなくて、庭へ呼び出されて、そして見せてもらっているわけですからね。まあ、もうどう言ったらいいのか、もう疑いようがないわけですよね。確たる経験ってことになるのかな。で、そういうことで、その自分自身、私はですね、内心では、いるに決まってる、いる、あるんだってことを思ってても、まあ、そのにこやかに笑いながらですね、さあ、どうですかねっていうような言い方しかできなかった、あの時の自分の苦しい思いっていうのは、それは多分そういう経験なさって、たことのない人には分からない言い方したら失礼ですけどもね、そのものすごく腹ふくるる技なれってことになるわけですね。つれづれなさにあるようにね、まあそのものを言わぬはね、言えないってことは大変腹、まあ、苦しいことだってことです、要するにね。はい、そういうことがありましたんですけども、それでまあその2016年の7月の赤い怪盗事件というのは起きるわけです。でその時からですね、まあ、その肩の荷がスッと下りましたね。つまり私自身はですね、いわゆるそれまでは一人で、ある意味で私とワイフの間、まあ、あと一人二人いろんなこと方が関係してましたけども、
私の身辺だけで事件が起きていたわけです。ところが2016年の7月からはですね、私を離れたということですね。今ちょっとごめんなさいね、あの時の大根田さんの姿、様子がよく未だにあの時の様子がまた今まぶたに言ってますかね、脳裏に浮かんできまして、そしてそのいろいろやり取りして会話した様子がですね、今浮かんできましてね、その方がね10月26日に亡くなったんだなと思うとね、なんか寂しいですね、とても辛いです、なんて言ったらいいのかな、もうあの人はもういないんだななんて思うとね、まあ人というのはそういうもんかもしれませんね。思い出に残る、強く思い出に残る人というのはですね、つまり私の良き理解者であったっていう意味においてね、とても貴重なんですね、大切な方なんですね。それでまでにもですね、40年以上の付き合いになった友達に何人かいたんですけどもね、私がこういう世界に入ってこういう話をするようになった途端にね、みんな去っていきましたからね。そういう方たちというのは私今この瞬間から見ても、40年付き合っても30年付き合っても20年付き合っても未練はもうないですね。あ、そうって感じで、まあその別れをつけることはできるわけですけども、しかし私のね一番苦しい時に最も私をよく理解してくださった方、すなわち大根田さんのような方はですね、私にとっては命なんですね。その方が亡くなったということは寂しいですね。寂しいというよりもですね、何かしらね心の中をですね、乾いた風がスーッと通り抜けていくようなわびしさ、切なさというのを感じますね。はい、まあ、それはいいんですけどもね、とにかくあの時の大根田さんだったんだなと思いましてね、今話しながらですねちょっとしんみりと思い出してしまったんですけどもね、まあ要するにその時に私の心境はですね、次の段階に入ったということになるわけです。どういうことかというとですね、それまでは一人で全部を背負ってですね、背負い込んでですね、そして一人で悶々としてその殻に入ったというよりも殻に閉じ込められてですね、あくまでも自動的にですね、閉じ込められてですね、押し潰されていた自分がですね、その時初めて解放されたわけです。いわゆるその自分は僕一人で悩まなくていいんだっていう感じでね。で、それからめくるめくいろんな事件が続きました。そして2020年に入るまでですね、私自身は一度も見てないんです。まあ、しかしその間にね、赤い怪盗事件、白い怪盗事件、黄色い怪盗事件、黄金色の怪盗事件、緑の怪盗事件、そして横浜 UFO 事件と続いて、そしてあの11月30日ですね、2019年の11月には、いわゆる雷鳴音事件というのが私のビデオに入り込みます。ダーンって音が入り込むわけですね。ガラガラって音が入るわけです。そして12月には六芒星事件というのがやっぱり勉強会で起きるわけです。黄金色のね、眩しいばかりの巨大な六芒星が現れるという事件が起きます。まあ、こうして続いて全て私の背中側で起きているわけだ。その雷鳴音事件はビデオに入りましたけれどもね、後の事件は全てその私の背中側で起きたわけです。全て背中側です。私は全く見てません。で、その時のことなんですけども、私はその上の人の、ね、意図が理解できませんでした。どうして僕だけ見せてもらえないんだ。どうして僕だけ見ることができないんだ。みんなはね、会場にいた人、勉強会に来た人はみんな見てるのに、どうして僕だけは見られないんだってことで、まあ一抹の寂しさを覚えっていうか、なんかね、疎外感、孤立感って言いますかね、だからなんかこう私は自分でね、悪いことしたのかなというようなね、自責の念に駆られてですね、なんて言いますか、なんで僕だけは見せてもらえないんだというような思いで、ずっと悶々としていたことは事実です。そして2020年に入る頃からですね、いわゆるコロナ騒動ってことになりましてね、勉強会は中止になりました。その後からはですね、今度は私の書斎でですね、皆さんに冒頭でお見せしているような、まあ、いわゆる外交ですよね、が私の部屋の中を飛び回るという事件が、もうビデオカメラに撮られただけでは、でも6回起きたわけです。まあ、そういうことが起きてですね、現代に続いてきているわけですけども、ともかくも私が今ここで何を言いたいかというとですね、一つのここに重要なですね、先ほど神の思考回路、上の方の思考回路ということを言いましたけども、要するにですね、私には見せてもらえなかったという理由がなかなかわからなかったんですよ。どうして僕だけ見せてもらえないんだと。会場に来た人じゃみんなね騒ぐ、それからその中にはですね、見ましたか見ましたかと言って叫ばれた人もいたぐらいです。そういうことが次々と起きてきたのにね、どうして僕だけは見せてもらえないんだということで、私はですね、まあ、皆さんのね
声をですね、電話で取材してですね、録音して、それをですね、ビデオ日誌の、あるいは、まあ、私のホームページの方から皆さん、その証言聞いていただけるようになってますからね、また一度聞いてみてください。そうしたその証言を集めました。そして現在に至るまでにですね、50人以上の方がですね、声と、まあ、名前も出していいという方も多かった。大根田さんはですね、最初からもう、私の声を出していいですよとおっしゃってくださったその中の一人なんですけどもね、そういうふうにして、まあ、声を出してですね、そして、証言してくださいました。こんなもの、こういうもんでした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 という証言をですね、いただきまして、それを録音してですね、そして私の動画の中で発表させていただきました。そしてその私はですね、その時にまあ、それ気がついたのはずっと後になってからなんですけどもね、気がついたんですよ。実はそれがね、上の方の優しさ、思考回路ということになるわけです。どういうことかというとですね、まあ、とにかく豪雨事件、それから今行くよ事件、そしてずっとまあいろんな事件があったわけですけどもね、2017年に入ってからも、18年に入ってからもいろいろあったわけですけども、2017年の終わり頃にはもう頻繁にもう毎週のようにいろんな事件が起きたんですよ。そして18年になって、それまでに悶々としてたんですけども、もしですよ、もし、これもあくまでも、もしもっていう話で話が始まるわけですけどもね、要するにもしも私が、あるいは私だけが怪光現象を見ていたとしたら、第一に私はもうその証言を取る必要はないわけですよね。電話かけて、そしてその皆さんの声を聞いて録音して、それを動画に発表する必要はないわけです。私はこんなものを見ました。私はこんなものを見ました。何月何日こんなものを見ました。というような発表の仕方をしていたら、世間の人はどう思うかということなんです。世間の人はどう思うかということはですね、林浩司は最初は音だったと。幻聴だ。今度はね、光を見た。今度は原子だ。つまり、私の脳みそがそのまま疑われてしまうわけですよね。そうでなくても、まあ、即検査入院って言われそうな話ばかりのところで持ってきてですよ。今度は私が怪光を見ましたと言ったらですよ。そのもう世間はもうどうしようもない林浩司は、病を患っているんだというふうに、まあ、判断するでしょうね。まあ、そのように判断する人の気持ちっていうのは私はよくわかるんですよ。そういう世界でですね、70年近く生きてきましたからね。ですから、そういうふうに思われても仕方ないなってことはよくわかってますから、つまり、それがですね、私はある日気がついたんですよ。それがね、上の方の優しさであると。優しさ、これ以上ね、林浩司だけが見たと言わせてはいけない。っていうような感じでね、多分ですよ、それは私の、勝手な解釈によるものですけども、結果として見るとそうだったと思います。結果として見るとですね、私は見ていなかったがゆえにですね、結局は私自身の脳みそは疑われないで済んだということになる、なっていますよね。まあ今でも疑ってる人いますけどもね。しかし、私は見てなかったということがですね、つまりは、勉強会に来た人だけがそれを見たということですから、つまり私自身は見ていなかったということがですね、そこで、まあ、一線を隠して私一歩引き下がることができるわけですよね。私は見てない。しかし勉強会に来ていた人が私の背中でそれをしていた物体がですね、光ったり飛んだりもいろんなことあったんですよ。三角形の UFO が飛んだりね、それから緑の怪光が空中に20分間も停止していたりね、まあ、いろんなことが、まあね、パッとしたフラッシュ光もあったし、まあ、いろんなことが私の背中が起きたということがですね、今にして思うとですよ、振り返ってみると、それゆえに私は疑われ、脳みそのね、私の脳をですね、疑われず済んだというふうにして、まあ、その理解、まあ、多分ですよ、そういうことになるわけですね、結果として見ると。結局は、もしも私が見たといえばですね、今度はね、幻覚だってなってきますからね。そうしましたらもう、私としては逃げ場がないと言いますか、その当日でしか、まあ、ないというところまで私は追い込まれていたと思いますね。まあ、つまり、そういう形で、まあ、多分ですよ、上の方がですね、私の、いわゆるその、を守ってくださったんだなと、そういうことを理解したときにはですね、やはり、まあ、ポロポロと、やはり涙が出ましたね。ありがとうございます。その通りです。ということになったわけです。で、2020年に入ってからですね、現代に至るまで6回ですね、いわゆる、まあ、私の部屋の中をですね、まあ、
大抗体が飛び交うという事件が立て続けに続いたわけです。でそれがですね、結局は皆さんに今ビデオ代理の冒頭でね、もうずっと去年の5月過ぎからですね、毎回ビデオ日誌の上でね、皆さんに見ていただけるようにですね、報告してきたわけです。それとて今度はですね、最近でもそうですけども、林浩のね、手の込んだ CG だとかね、あるいはそのインチキだとか合成だとか、あれはただ単なる、ほこり虫だということを言われてますよね。それは皆さんご存知の通りだと思います。で、そうじゃないんだけどなと思って、それで6回も、そうして、起きた事件をですね、今こうしてビデオ内の代理の冒頭でですね、ずっとそれから1年以上ですね、皆さんにご覧いただいているわけです。で今回大根田さんの子、大根田さんのですね、ご自宅でその現象が起きたということです。これは何を意味するかというとですね、そのいわゆる防犯カメラを設置なさった W さんにしてもですね、その私の世界を全く知らない人と言ってもいいわけです。だいたい私の名前をご存じなかったですからね。それからその弟さんも大宮行った時に話を聞いたんですけども、私の動画は見ていないと、そういうことなんですね。そういう話を聞いていましたので、そういう方の、が管理ですよね、管理なさっていらっしゃる現在の故大根田さんのご自宅でですね、11月1日から 6日までということですね、の間にですね、大抵真夜中、そしてその人のいない時、真っ暗な部屋でそうしたものがその防犯カメラに撮影されていたということになるわけです。これは非常に大切、私にとっては重要な意味を持つわけですね。というのは、私が今皆さんにご覧いただいている冒頭でね、その怪光現象を、私の部屋の中を飛び回るね、奇妙な物体の動画をですね、毎回皆さんにご覧いただいてますけども、それは私の部屋で起きたってことになるわけですね。そして私は気がつかなかったにしてもですよ、私の周辺で起きた事件ってことになるわけです。で問題はその次なんですね。今度はその物体と全く同じものが、いいですか、今度は埼玉県大宮市のですね、大変私との縁の深い、なんて言いますか、方のね、ご自宅で起きたということです。そしてそれを撮影なさった方がですね、全くそういう、今の私が皆さんにご覧いただいているような、いわゆるその動画などとは無縁の方、全く知らなかった方がですね、防犯カメラを据え付けられたら奇妙なものが映っていた、それを話になりましてね、そういうことをおっしゃったもんですから、ピンときたもんですからね、なんだろうと私も胸騒ぎを覚えましてね、それで日曜日ですね、に東京へ向かいました。そして大宮へ向かいました。そしてその動画を見せていただいたわけですね。そして家へ帰って、その時も私も寝たけどね、虫かもしれないとおっしゃったもんですからね、パッと見たところ虫のようですねなんて話してたんですけども、家へ帰って分析してみたら、とんでもない大変な動画であることが分かりました。大変な動画です。でここの思考回路、つまり上の方の思考回路というのはどういうことかというとですね、もう一回話戻しますとね、つまりそのずっと私は人に話せなかったんですけどもね、つまりいろんな事件が起きたんだけども人に話せなかった、しかしですね、その日話せなかった分、今度はですね、分だけ今度は逆にですね、私とは関係のない背中側でそうした事件を起こしてですね、あってですね、赤い怪光が飛び交う、黄色い怪光が飛び交う、緑の怪光が飛び交うというような、そうした事件が次々と起きたわけですけども、私のそのから離れてですね、そして皆さんに見てもらうことによってですね、つまり私流の解釈をすればね、林浩司が言ってることは嘘じゃないんだよ、本当なんだよってことをですね、その勉強会に来てくださった方を通してですね、皆さんに知っていただいたということになるわけです。で今回はですね、何かというとですね、つまりは私のこの部屋の中を飛び回ったその物体がですね、林浩司が CG で作ったもんじゃないんだよ、インチキじゃないんだよ、本物なんだよってことをですね、今度はさらに遠いところでそれが撮影されたわけですけども、埼玉県の大宮市でですね、その最初に赤い怪光を目の当たりに見てくださったですね、大根田薫さんがの亡くなられたわけですけども、それは寂しいです、辛いですが、しかしね、その家でですね、その怪光が、怪光というか、それがですね、今度は撮影されていた、
全く同じものが撮影されていたということはですね、つまりは間接的になるわけですけども、林浩司の部屋だけでそういう事件が起きたんじゃないんだよと。そして全くそのいわゆる別のところで別の形で起きたんだよという形で私、まあ、皆さんにね見ていただくということはですね、ちょうど何て言いますか、あの第1回目のね7月ですね、2018年7月のあの赤い開口事件と同じパターンが繰り返されたということです。つまり今私はですね嬉しいです。というのは先ほど言いましたようにですね、私の部屋で起きたそのいわゆる開口事件についてね、指示だインチキだテラビラニセラとおっしゃってる人今までに多いんです。実はホコリだ虫は虫だとかね、そういうことを言っておられる人がいますけども、今度は私を離れて埼玉県の大宮で、ね、大根田さんの部屋で家で起きたということなんです。ここが重要です。私を離れて、いいですか、いわゆる埼玉県大宮市の大根田かおるさんの家でそれが起きたということなんです。そこが重要なんですね。ということはまたここで私ね、一つ非常に、まあ、肩の今までね押しどこか肩にねペタッと乗っかってたようなね重しが取れたということになります。つまり私の部屋だけで起きていたのではないということがここで証明されたということになります。でいろんなものが飛ぶんですが、その中の3シーンですね、昨日ねもう一度ビデオを見直してみようと思いましたら、あと2箇所ね同じものが映っていました。ちょうど皆さんにね冒頭でご覧いただいているのと同じ物体がですね、今度は大根田さんの部屋家で飛んでいたということです。これでですねつながったわけです。つまり大根田さんの家に現れたその怪奇現象を起こしたオリジン、誰であるかそれはまだ分かりませんけども、分かってますけどもね、実はで誰であるかは断言できませんけども、しかしその起こした方と私の部屋でね、まあ、夜怪奇現象を起こしてくださった方と、それから大根田さんの家でねこうした現象を起こした方は同一の方、つまり同一の神、あるいはもっと言えば人知をはるかに超えた同一の ET、エイリアンということになるということにつながっていくわけです。だからこうしてですね、今私はですね今のこの瞬間までをですね過去を振り返ってみるとですね、その向こうにつまり上の方がですね、その私に対するね、まあ何て言いますか、思いやりってのはおかしいですけどもね、自分に対する思いやりってのはおかしいんですけども、まあ私に対してねそのような思いをね、まあ思いがあってですね、そしてそうした現象を起こしてくださってですね、そして私自身のですね心の重りと言いますかね、塞がっている重しのようなものをで、ね、重しのようなものですよね、それを取り除いてくださったんだというふうに、まあかなりねナルシストあるいは自己愛者的なね解釈によるものですかもしれませんけども、そのように私は今解釈して、そして上の方にですね、まあ本当に感謝しています。私のできることはですね、その感謝の念をですね、何としても今の仕事を続けてですね、上の方に返していくということへとつながっていくわけですけどもね、まあ、本当に亡くなったという話を先週の金曜日の夜聞いてからですね、もうなんていうか、もうやる気もなくしましたけどね、土曜日なんかも何にもやる気ないもんですから、手当たり次第にね、いろんな動画を並べて出しただけっていうのは、まあ、その、無責任な、ね、編集の仕方をしたわけですけども、まあ、昨日あたりからやっと、ね、調子が戻ってきまして、まあ、今日はちょっとねいろいろありまして、まあ、ちょっと調子が悪いんですけども、まあ、しかし体の健康の方は大変すこぶる健康ですからね、ですから、まあ、元気にね、まあ、例えば今朝なんかねランニング、あの畑仕事した後またランニングしたんですけども、体が軽くてですね気持ちよかったですね。庭中サラダだらけなんです今ね現在ですから、庭中サラダだらけなもんですから、まあ、1日3食もサラダ主食でね 90% サラダでね、その上にこのトッピングにいろんなおかずを乗せて食べてますけどもね、ごくすこぶる健康でね、体重も、この3ヶ月ぐらいで、結局は肥満体だったのが今適正体重の58キロ前後にやや弱ぐらいに、ね、戻ってますので、体も軽くてですね気持ちいい日を過ごしているわけですけども、気持ちいいと思ってますけども、運動しても気持ちがいいですしね、まあそういう形で、まあ、その楽しんでますけども、まあ、ともかくもですね話を戻して今日のビデオで終わりたいと思いますけども、要するに、まあ、皆さんに、ね、知っておいていただきたいとぜひ思うことはですね、 UFO 現象というのはある、そしていろんな形でさまざまな、まあ、機器電子機器に対して影響を与える、それもある
ということをですね、今日の動画を通して皆さんにもですね、冒頭の部分でそれ説明しましたけども、時計が止まってますからね、あの瞬間だけ。そして消えた途端にまた時計が動き出すという現象をですね、目の当たりに見るとですね、やはりそういうこともありということになるということをですね、改めて確認しました。と同時にですね、その大根田さんの家で撮られた、防犯カメラに撮られたその動画は本物である、間違いなく本物であるという一つの証拠につながっていくということになるのではないでしょうか。そして大根田さんの家を中を飛び回った物体とですね、まあ、ビデオ代理の冒頭でお見せしているその物体が一致したということはですね、つまりは私の部屋を飛んだその飛ばやってきたその方と大根田さんの、ね、家にやってきたその方は同一の神、上の人ってことになるのではないのか、なるのではないかなじゃなくてですね、なる ということになりますというような視点でね、見ていただくと嬉しいです。でおまけ的にもう一つ言いますとね、実はって話になってくるわけですけども、今にして思うとですね、あの勉強会という場はですね、大変不思議な場であったと私は今にして思います。というのはですね、実はってことになるわけですけども、あの勉強会を来てくださった方たちの周辺ではですね、次々といろんな怪奇現象が起きました。普通の、まあ、人なら理解できない怪奇現象が次々と起きたわけです、はい、で直近の1月も起きました、3月にも起きましたって形で次々と怪奇現象が起きましたが、すべて伝聞、言葉、電話、言葉ですよね、言葉情報であったわけです。まあいろんなことありました。まあはい、それ一つとってもやっぱり脳の方を疑われるというのは事件ばかりです。しかしですね、今回大根田さんの事件を通してですね、つまりそれはそうした事件は、私はだから証拠がないから、まあそういう話は横に置いとこうという形でね、またそのそういう形で、まあ証言を取ることもできませんしね、声を出していただくわけにもいかないもんですから、まあそんなこともあるんだなということで、一歩退いた形でね、そうした方たちの報告を聞いていましたが、しかし今私は確信しています。そういう事件は本当にあったんだな、そういう意味で先ほどちょっと言いましたけども、あの2020年までしてきたですね、あの勉強会というのはですね、大変な勉強会であったと今にして思います。上の方もですね、つまりは友を求めていらっしゃったんだな、友達をですね求めていらっしゃったんだなということがですね、つくづくと今よくわかります。はい、ということでですね、また新たな段階に入るのかもしれませんし、それはわかりません。まさに神業ですからね、いわゆるなんて言いますか、予測が立たないですね。それはもう本当に予測の立たないのがですね、上の方の考えであり行動ということになります。まあ、それは余計なことです。では今日のビデオでありここであります。失礼します。 Bye for now。Have you ever seen a clock or something like some sort of an electric device stops when some paranormal phenomenon occurs? This time, I'm able to confirm this phenomenon with my own eyes. As soon as a paranormal phenomenon begins, the clock stops at 6:05 a.m.45.59 seconds. Then, as soon as the paranormal phenomenon vanishes again, the clock starts running, but it is also discovered that the lost 2 minutes of recording during that time has appears. あなたは何かの超常現象が起きたときに、時計あるいは何かの電子機器が止まるという現象を今までにご覧になったことがあるでしょうか。私は今回その現象を私の目で確認することができました。超常現象が始まった途端、時計は午前6時5分45秒59のところで止まります。
そしてその超常現象が消えた途端、また時計は動き始めますが、その間の失った2分間の記録が消えていることも分かりました。広志林ハメマシリジャパン November the 15th 2023。This video you're viewing here is a paranormal phenomenon that occurred in the room of late Kaoru Oneda between November the 1st and 6th, 2023. In one of the scenes, a strange stick-shaped object is captured. The security camera thatfilms this video is also recording the time in the lower right corner every second, but the clock stops as soon as the paranormal phenomenon begins. I've often heard a sort of rumors that watches and other devices stop working when a kind of paranormal phenomenon appears, but this is the first time even for me to see itAnd I've seen the fact with my own eyes. The moment the paranormal phenomenon ends, the clock starts running again. Please have a look carefully at the clock in the bottom right. Thank you very much. ここに皆さんにご覧いただいている動画は、去る2023年11月1日から6日の間に故大根田薫氏の部屋で起きた超常現象ということになります。その1シーンでは奇妙な棒型物体が撮影されていましたが、その時のことです。この動画を撮影した防犯カメラは1秒ごとに右下でその時刻も記録していましたが、その超常現象が始まった途端、時計が止まります。時計が止まります。よく UFO 現象が現れると、時計やその他の機器が動きを止めるというような話は、噂では聞いていましたが、しかしその噂を自分の目で確認したのは、私にとっても今回が初めてです。そしてその超常現象が終わった瞬間、再び時計は動き始めます。が、右下の時計を注意深くご覧ください。失った2分間を飛んで、またその時刻が表示されます。防犯カメラが画像を記録するときにですね、右下のところに年、月、日、そしてこのシーンは23時24分22秒ということになります。このような形で表示されます。文字が小さいので拡大しようというふうにも考えましたけれども、細工をしないでですね、あるがままを見ていただくということでですね、そのこれらの数字、日時はですね、そのまま皆さんにご覧いただいています。小さいですけども、まあ、注意深くご覧ください。で、ここからそのシーンが始まります。で、この時刻を丁寧に見てください。他のところではこのようにですね、この防犯カメラの時計が止まるということはありません。ここだけです。で、これからそのシーンになりますけども、部屋の中をですね、まあ、普通でない物体が飛び回っている。まさにアブノーマルってことになるわけです。で、この矢印のところにですね、超常現象が現れます。途端にですね、下の時計を見てください。5分、5時40分59で止まってますね。確認してください。5時40分59で止まっています。しかし、画像は動いています。このカメラはですね、
動体をですね、自動的に感知して、そして何かこのカメラの視野の範囲にですね、動くものが入るとですね、自動的に録画する仕組みになっています。で、何かがあったということは間違いないわけですよね。で、その物体をですね、このカメラが捉えて自動的に撮影を始めたということになります。で、同時にですね、このカメラはいわゆる追跡装置がついていましてね、その物体が右左と動くとですね、カメラも同時に右左と動く仕組みになっているそうです。ともかくもですね、ここで下の時刻表示が止まっている点に注意してください。つまりこのアブノーマル現象、いわゆる超常現象が起きた瞬間にですね、この時計は止まったということです。まあ、よくね、UFO 現象が見られると時計など他の電子機器が止まるというようなことはですね、噂としては聞いていましたけれども、このような形でですね、しっかりと確認できたのは、でもそれは私にとってですけども、今回が初めてということになります。時計が止まっています。そしてこれがパッと消えるんですが、しかしその後録画の記録も同時にほんの瞬間1秒2秒前後の間に消えますので、残念ながらね、ですからその後のことは分かりませんけれども、この時計がですね、パッと、変わったところでですね、ポーズをかけてみますのでご覧ください。今は、6月5日、ごめんなさい、6日ですね、5時40分59分です、ね、止まっています。5時40分59秒のところで止まっています。で、今ここで実は録画が消えるわけですね。それで今時刻がですね、ちょうどその止まっていた部分がですね、約2分ぐらいですから、2分を超えてですね、このような数値が、これ私の方で今ポーズかけたんですけどもね、ポーズかけて皆さんにご覧いただいてますけども、消えた瞬間にですね、時計はまた動き出したということです。その時刻がですね、11月6日午前5時42分58秒ということになります。続く動画の中でね、この棒型奇妙な奇怪な物体についての私の、検証動画を皆さんに紹介します。どうかご覧になってください。 Bye for now。カオル・オネダさん、 My best friend passed away on October 26, 2023. He has been coming to my seminars almost every month since 2018 and has been a good collaborator and understanding person for me. So, after hearing the news of his death on November the 12th, 2023, which is just yesterday,I visited Kaoru Oneda-san's home. His home is in Omiya City, Saitama Prefecture. 私のこの研究において最善の友達でもあった大根田薫さんが2023年10月26日に他界しました。2018年からずっとほとんど毎月私の研究会に来てくださり、私の良き協力者でもあり理解者でもありました。で、その訃報を聞き、2023年11月12日、それはつい昨日のことでしたが、大根田薫さんのご自宅をお伺いしました。ご自宅は埼玉県の大宮市にあります。広志林、ハメマシティジャパン、 November 13th, 2023. Then on the spot, Miss W, who had been taking care of Kaoru Oneda-san until the end, showed me thisvideo. Together with that sad news, I heard that something strange was showing up our cell phone
But I thought it was something like a bug or dust. This video you are looking at now was given to me by Ms. W. This video was taken with a security camera that automatically takes a video when something moves in the room, and it is a kind of a homing camera which automatically tracks the object and then will be forwarded to Ms. W. It is a security device that can take pictures even in a pitch black room, and the video introduced here was taken in the darkness at that time. で、その場で最後まで大根田かおるさんの世話をなさっておられた W さんという方からこんな動画を見せてもらいました。その2日前にスマホに奇妙なものが映っているという話は聞いていましたが、私は虫か埃のようなものだと思っていました。今ご覧いただいている画像はその W さんから渡されたものです。この動画は防犯用カメラによって撮影されたもので、部屋の中で何か動くものがあったりするとそれに感応して自動的に撮影し、なおかつその動態を自動的に追跡しながらその画像を W さんに転送するというものです。真っ暗な部屋の中でも撮影できるという防犯装置で、ここに紹介する動画はその時撮影されたものです。I don't know what is being photographed here, but I was very interested in the stick-like object that I am to introduce later in this video. Because it reminded me of the stick-shaped UFO that my wife saw in front of my house on the night of November the 27th, 2018.I will explain this elsewhere again, but it is an incident my wife and I call the front light incident. Regarding that incident, the entrance light, which had never been used, turned on by itself. Immediately after that, my wife witnessed what we now call a stick-shaped UFO.My wife claims that it was a beautiful object of beautiful white and cobalt blue. So beautiful that it was hard to believe that it belonged to this world, as my wife said. で、ここに撮影されているものが何であるかは私には分かりませんが、この後、この動画の中で紹介する一本の棒のような物体が大変気になりました。というのも、2018年11月27日の夜、私のワイフが私の家の前で見た、私たちが棒型 UFO と呼んでいるものをそのまま思い出させるものだったからです。それについてはまた別のところで説明しますが、私たちが玄関灯事件と呼んでいる事件です。その事件については、使ったことのない玄関灯が勝手に点灯していました。で、その直後に私のワイフがここで言う棒型 UFO を目撃しました。美しい白とコバルトブルーのこの世のものとは思われないほど、私のワイフが言うにはそういうことなんですけども、美しい物体だったと言います。Now, as I watch this video, I think that this is a kind of memento that Kaoru Oneda-san showed us at the very end of his life.
Thank you very much, Kaoru Oneda-san. I am confident that he has finally been accepted by the God of Heaven. I pray that his soul may rest in peace.私は今この動画を見ながら、大根田カオルさんが最後の最後で私たちに見せてくださった遺品であると思っています。大根田カオルさん、どうもありがとうございました。私はあなたが最後に天の神に迎え入れられたことを確信しています。ご冥福をお祈り申し上げます。この動画を見ていて気がついた点をですね、いくつかここに挙げておきます。で、この部屋中央に今玄関が見えるわけですけども、向かって左側はですね、全面ガラスになっています。ですから反対の側がですね、映っているということになります。ところがですね、この物体は手前から向こうへ、あるいはその逆の場合もありますけども、この玄関のあたりをですね動くわけですけども、当然映って良いはずのですね、つまりその物体がですね、ガラスの方にはどうやら映っていないようです。ということはですね、光が特殊であるということになるでしょうか。その原因理由は分かりません。科学的にも説明できない光であるということになります。位置関係がしっかり分かりませんから何とも言えませんけども、何かの物体、紐のような物体がですね、そのふわふわと動いていると。でそれをですね、その左側のガラス、鏡ですね、ごめんなさい、ガラスというよりも鏡がですね、映し出していても、どこかにね、一部映っていても良いわけですけども、それが映っていないということですね。2022年の5月31日の私の六条間の奇跡事件でも同じようなことが起きました。100機以上のですね、 UFO が私の部屋の中を飛び回ったわけですけども、そのモニター画面っていうのはある意味で鏡のようになってるわけですよね。ですから、その光が何か空中を移動すればですね、その光を受けてモニター画面がですね、その光を反射させても良いわけですけども、100機以上ものですね、私は小型 UFO と位置づけてますけども、その UFO が飛び回ったにもかかわらずですね、そのモニター画面が反射している様子はですね、ほんの3、4画面しかないわけです。もともどこを飛んでいるかによっても違いますけれども、要するに数が異様に少なかったということですね。で、この場合もですね、左がガラス、つまり鏡になっているわけですけれども、この鏡の中にですね、明らかにと言いますか、見た感じですよ、その玄関にぐんと近づいていって、床の上に消えた、この物体もそうなんですけれども、となるとですね、どうしてその物体がですね、左の鏡に映っていないのかなということですよね。それから紐状になるのはですね、決してそのなんて言いますか、撮影コマ数が少ないからこのように映るということではなくてですね、私も玄関先でその動画を、カメラを見せていただきましたけれども、実際に映して見せてもらいましたけれども、大変こう高性能といいますか、ハイテクな製品です。で、この中央に光っているのはですね、おそらく赤外線だろうと思うんですけどもね、だと思うんですよね。人間の目には見えなくてもですね、何かこう光を一回出してですね、それを反射させて、こうした画像を撮っているということになりますから、決してそのコマ数が少なくてですね、画像がいわゆる流れているというのとは違うわけですよね。いわゆるインターレースが起きていないということです。インターレースというのはちょっと、例えばですね、コマ数が少なくなりますと、こう画像がですね、さーっと流れるわけですけども、インターレースのようなものは映ってないんですよね。インターレースとは違うということです、この線をね。もしもそうであるならばですね、いわゆる
1秒間におけるいわゆる撮影画面数が少ない場合にはインターレースというのが現れるわけですけども、インターレースの場合はまた特殊な現れ方しますからね。ですからインターレースでもないというふうに判断しています。となるとこの物体はですね、紐用のあるいは紐のような物体であるということになります。一部ですね、私の部屋に現れた物体と同じ物体が現れるところがあります。ほんの一箇所ですけど、右下の方にですね、ふわっと丸い物体が出るところがあります。そんなところにも注意していただくとですね、この大根田薫さんがですね、の部屋に現れた物体とですね、私の部屋に現れた物体がつながるということです。また飛び方もですね、1996年のですね、アメリカのですね、コロンビア号宇宙遊泳実験ですね、STS-80 という、まあ、実験がなされるわけですけども、その時に撮影された UFO と一致するということです。その動画はですね、今日の一連の動画の別のところで皆さんに紹介します、しました。まあ、そのところにも注意して、どうかご覧になっていただきたいと思います。で、その棒型 UFO の場面になります。で、これはですね、私がですね、家に帰って検証しているときに発見したものです。最初はですね、影のように見えます。この矢印のところに注意してください。影のように見えます。で、なんだろうと思って見ていたら、どんどん伸びて上の方に伸びていくわけですね。これはオリジナルの
動画に映り込んできた、まあ、黒い線のようなものなんですね。ところがこれ大変奇妙なことにですね、この魚眼レンズのようになってましてね、軽いですから全体に壁が円形になっているのが皆さんお分かりになるでしょうか。ところがこの棒だけはですね、伸直線的にですね、まっすぐと上に伸びていくわけです。そしてその先がですね、ぼんやりと白いわけですよね。これはその W さんも全く気がついていらっしゃらなかったようですね。全く話に出ませんでした。で、そのゆっくりゆっくりとそれが上の方に伸びていくわけです。で、この段階ではまだ全体に影のように見えます。ただこの線の半分というか3分の1ほど左のですね、端がですね、エッジがですね、やや白っぽいというのはこの画像からも見て取れますけども、まあ見た感じですね、私は当初影だと思いました。ところがこの影にしてはですね、もしこれが何かに映し出されたりそこにある物体であるならばですね、あの魚眼レンズの作用を受けてですね、この棒そのものもですね、その背景の何て言いますか、柱に合わせてですね、ぐにゃーっと緩やかなカーブを描いていてもおかしくないわけですけども、極めて直線的に伸びていく。そして最後に2箇所ね、私着陸ギアではないかと思ってますけども、それは2箇所出てくるわけですよね。そして先端が、まあ、綺麗になって、そしてここで突然消えるんですけども、私がですね、あの消したのではなくて、いわゆる画面を描いたのではなくて、これ自体がカッパッと消えます。いいですか、パッと消えましたね。これは私が消したんじゃありません。で、これを何とか、まあ、見ていただきたいと思うんですけども、速度はこんな速度だったんですね。これをどう説明するかなんですよね。私もこうした画像は初めて見ました、まあ、今後ね、こうした似たものが出てくればですね、まあ、それと今度は対照的にですね、並べてですね、つまり比較しながら、まあ、考察ができるというわけですけども、今回このような物体はですね、出ますか、初めて見ました。で、この物体がですね、2017年の11月27日の夜ですね、あの山の家に行きましたらですね、つけたはずもない、あるいはつけることはほとんどなかった玄関灯がですね、こうこうとこのついているのを知りました。夜もう11時半近くになっていたと思います。で、なぜその日に出かけたかというとですね、ちょうどその1年前にですね、2016年の11月28日ですね、あの私にとっては大事件である今行くよう事件が起きたわけです。ですから、そんな、まあ、ちょうど 1年になるからということで、2017年のですね、11月27日の夜、山の家に出かけて行ったわけです。で、その時に玄関灯がついていたわけですけども、まあ瞬間はですね、あ、前回来た時に消し忘れたんだなというふうに思って、ほとんど何も考えなかったんですけども、それからも寝支度をして布団の中に、まあその時はですね、あの縁側に布団を敷きましてね、並べて、で そこに出た時にワイフがですね、棒型の UFO ですね、間近に見るわけです。で、私は反対側を向いて何かのカタログを読んでましたから気がつけませんでした。で、その時にワイフがですね、あ、ホタルって言ったのを覚えているんですけどもね、まあ、要するにこれがそのワイフに後で見せましたらですね、ちょうど大きさもこれとぴったり合うってことを言うわけです。で、ここがこの辺りまで来ますとですね、この棒の左半分がですね、明るい色になってきてるんですね。いわゆる、まあ、棒であることがこれではっきりとわかる。ただ単なるね、紐のようなってますか、テープのようなものではなくてですね、棒のようなものだということがわかります。さらに拡大してみるとですね、まあ、それがより鮮明にわかるということになります。私も驚いているんですけども、かなりいわゆるハイテクな防犯カメラということになります。夜間でもですね、何か動きがあるとそれを察知して自動的にオンして、そして動きがあるとですね、それを自動的に追尾しながらそれを撮影し、なおかつその瞬間ですね、その相手と言いますか、その連絡先と言いますかね、それをもそのスマホを持っている人のスマホにですね、画像をそのまま転送するという、まあ、そういう防犯装置だそうです。まあ、こんな物体がですね、何かわけのわからないものが映っていたということです。ですから、まあ、中央壁のドア、玄関ドアのところにも丸いものが見えますけども、あれは人間の目には見えない光だと思います。赤外線のような光ではないかと思います。
で全体に白黒です。全くの白黒ですね。で解像度も高いし、それからあの私も映して見せてもらったんですけども、全くコマ数も普通のビデオカメラと同じでした。まあ早く動いたからといって、まあ顔がねブレるとかそういうことはありませんでした。もちろん、まあ、インターレースのようなものはあれもかなり速いものでないとインターレースは起きないんですけどもね、インターレースのようなものでも起きなかったということですね。そして2つ、これ点々の黒い点が当初なかったんですけどもね、棒の右側を見ていただきたいんですけども、点々と黒いものが出てますね。これは何かということなんですけども、私は勝手にですね、着陸ギアだなんてね、まあその呼んでいますけども、もちろんそんなものではないのかもしれません。そしてこの辺りで棒であることがはっきりと分かります。で拡大して皆さんにご覧いただきます。でこれはオリジナルの速度です。でやはり下の方ですね、注意深くご覧ください。下から出てきて、最初に影のようなものがぼんやりとしたものが出て、それに続いてより色の濃い部分が出てくるのが、これでなんとなくわかるわけですけどもね、ちょうど上半分がどこか白っぽい。ワイフがですね、玄関灯事件の時に見た UFO はですね、上が白で下がコバルトブルーだと言っています。ですからこれもですね、それに似た色ではなかったかなと思っています。がこの段階ではまだ棒ということははっきり形は分かりませんね。やや左側の方が明るいかなっていう感じはしますけども、この段階ではまだ棒だということが分かりません。でだん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 徐々に上に上に上がっていきます。大変ゆっくりとしたスピードですね。今までの部屋の中を動き回った動体開口とは異質なものだということですね。ですからまあこれはこのカメラを設置なさったね、その W さんの弟さんっていう方からも話を聞いたんですけども、その白いものが飛んでいるからといって光を発光していたことにはならないんじゃないかと、まあ、明るい色の物体であるならばですね、その白く映ることもあると。で仮に光が出ているとしたらですね、極めて眩しい光になりますから、もっと大きなハレーションを起こすはずだということようなことをですね、説明してくださいました。光についてはね。しかしこの棒については全くお気づきになっていらっしゃらなかったようですね。私が家に帰って検証しているときに、なんだこれって見て気がついたわけです。この段階まで来るとですね、棒であることが大変よくわかります。で、やや左半分が明るくなりましたね。このあたりで、まあ、要するに姿を表したということになるのかなというふうに考えています。で、全体に向かって左側半分が下の方まで白くなったので、パッと消えるわけですね。私は消したんではありません。で、今、これは20倍速で皆さんにご覧いただいています。20倍速ですね。動くとそのかすかに色が変化する、左側の側面が変化するというところに注意していただきたいと思います。で当初は影のようなものであったのがだんだん姿を表すということになります。そしてやや明るくしてですね、画像処理して近づけてみるとですね、上端部が棒になっていて、その下にですね、小さな窓のようなものも見えるということです。そして縦線がですね、クリアに縦線、黒いラインが走っているのが分かりますか。そしてその下に2つの着陸ギアが出ているということになります。で明らかに棒であると、ここではっきりと棒であるということが分かります。左半分が明るくて右半分が暗い色になっています。つまりテープのようなものではない、影のようなものではないということです。あるいは向こう向いて、あでもこのマイクが遠いとこまでボイスレコード持ってくれたんですね。まあ、今も録音してありますので、はい、前編カットしますけども、では今日は亡き大根田薫さんの部屋から
そのレポートを送ります。で、今私の前に座ってくださっているのがですね、大根さんの極めて親しい関係にいらっしゃる大根さん自身がですね、いつも私の息子だ、私の息子だと言って話しておられた方です。名前を A さんとしておきます。で、現在はですね、主に外国に住居を構えて、で時々日本に帰っていらっしゃると、そういう方なんですけども、で大根さんが10月26日に亡くなられたわけですけども、時刻は何時頃だったんでしょうか。時刻は大体夜中ですね、あと明け方に、夜中から明け方5時6時ぐらいだと思うんですけど、監視ビデオがなんか物が動くと自動に録音を始めるっていうシステムになっていて、でそれに映った映像ですね。大根さんが映ったじゃなくて、あ、じゃなくて、あの、そ、まず最初に大根さんが亡くなったのは、じゃあ、亡くなったのは、10月の26日日の、はい、何時頃ですか。の朝10時ぐらいだと思うんですけど、10時頃にね、はい、お姉様の話によると、何かしら運動かなんかなさってリハビリをなさった後で、それは違いましたかね。リハビリは結局しませんでした。病状が悪化してしまって、最後は昏睡状態的な状態、その亡くなる前日の夜に吐血をして、で翌日の朝は看護婦さんとちょっと話していたらしいんですけど、話していたのが9時ぐらいでしたかねと聞いてるんですけど、その1時間後にはもう意識がなくなってっていう感じで。それでその今日は11月12日ですけども、その現在遺骨は今この部屋に、あ、この部屋にあります、ご仏壇の前にね、はい、安置してあるわけですね。そうしますと10月26日に亡くなって、その夜はお姉さんは病院の方にいらっしゃって、病院というか、まあ、安置室の方に、まあ、夜遺体は、葬祭センターというところに移動されたんで、そちらにありました。あ、そうですか、はい、預けてあるような感じで。それでその夜は A さんとお姉さんがこの部屋に泊まられた。自分はその夜はいなかったですね、まだオーストラリアにいたんで、翌日帰ってきたんですけど。あ、まだ帰ってらっしゃった。そうです、そうです。で姉は葬祭センターに泊まらなかったと思うんですけど、そちらまで遺体を移動して、で多分自宅に帰ってると思うんですけど、うん、そうですか。そうするとその開口事件の話が入っていくんですけども、最初にその人感といいますか、なんか胴体に対して感応するその監視カメラがつけられたのは、先ほど話したと11月が入ってからってことになる。そうです、まあ、いつだったかな、1日、まあ、確認しないとわからないですけど、1日はさっきおっしゃってましたね、はいはい、でそれからそれに移り始めたわけ。そうですね、それ最初に移ったのは、まあ、後で日付見ればわかるんですけども、はい、11月何日1日に、まあ、ビデオ見れば分かりますけど、まあ、いついつにこれが映った後までは記憶はしないんですけど、大体夜中だから12時過ぎから明け方5時か6時ぐらいの間にカメラが動いています。でその時に動いたってことは、そのじゃあその時はこの部屋には誰もいなかったということですか。でそれは自分が泊まっている時もあれば、泊まらない誰もいない時もありました。止まってたら A さん、あなたは動くわけでしょう。カメラは動きますね。あ、自分がですね。でも設置したのが玄関の方なんで、自分は玄関の方には。ああ、そうか。こっちで動いても感知しないわけだ、はいはい、その画像の中に入ってくると自動的に撮るわけだ。そうですね。なるほど。ああ、いやそれは分かりませんで。あ、そうですか。でそれに、まあ、お気づきになったのはその直後とか、なんかそのそういう記録が管理装置の中に残るわけですよね。そうですね。あ、スマホに残るのかに自動で送られてきます、撮影が始まると。あ、それで残ったわけだ、はい、まあ、それで間違いなくそれが4回あったということですかね。それがまあ4回じゃないですね、もっといっぱいあったと思うんですけど、うん、はい、いっぱいということは先のファイルでは4つのファイルになってるみたいですけど、よ、あ、もっとダウンロードしてませんか。10個ぐらいだと思うんですけど、ほとんど消しちゃった。あ、本当ですか。
それはみんな同じようなものなんですか、確かな数は分からないんですけど、はい、同じような何か白いものが。やっぱりそう全部、もしそれに信頼していただけるなら一徳全部コピーして、今のところ鍵とかそういうもののようなものですから、あの見せて、まあ見せ見ないけども、あの後でまたコピーさせていただければ一番いい。あ、そうですね、はい、10箇所ならあと6箇所あるもんでね、私今4つファイル移動しただけなもんですから、はい、そうですか。それでその時刻分かって、で最初はどういうふうに判断なさいました、それ見て。ああ、なんですか、 なんか白いのが映ってるっていうんで見て、あ、本当だね、なんだろうねっていうぐらいな感じだったんですけど、それがまあ2回3回と続くわけですよね。なんだろうって不思議に思って、私も不思議だと思いますけどね。で、私が一番こう気になっているのは、大根田さん自身がですね、あの2018年の7月に私の勉強会を受けてくださった時にね、勉強会で真ん前で赤い開口、もう2メートルも離れてないところで赤い開口が2つ動き回るのを、まあ、大根田さんが目の当たりに見たっていう後でおっしゃってましたけども、その証言もいただいてますけどね、あのそういう事件の関係者であったというような意味においてね、あのずっとそれから、まあ、その前から金沢に1回勉強会やったんですけども、その時からあのずっと来てくださって、わざわざね金沢まで、それであの話をあの聞いて、それであのはい、そのままで結構ですから、あの聞いて、それからまあお互いにそういうことを、まあお姉さんもかなりね、あちこちの世界でそういうことを聞いたりして、あの興味持ってらっしゃったということもあって、また年齢も同じなんですよ。はい、全く同じなんですよ。ですからあのそれから大きな病気なさってることも知っててね、で私も大きな病気したんですよ、その前にね。それで今はこんなまあ一応、ピンピンしてますけども、そういうことからなんて言いますかね、大丈夫だよとか大丈夫じゃないよとかって話をいろいろ聞いたりして、お互いにこう支え合ったとかあるんですからね。それで何かあると一番心安いもんですからね、私にとってはあのなんて言いますか、話をしたり聞いたりってことをしていただけるし、そうしますと私が今一番関心があるのはですね、やっぱりこの大根田さんの部屋にそれが出た、現れた、写真撮られたっていうところなんですよね。全くその縁もゆかりもない人のところでそういうものが出たっていうことではなくてですね、で話を聞いて、これはただ事ではないぞということで、今日、まあ、はい、まあ現在大根田さんの、自宅にお邪魔してあの話を聞いているという次第です。まあそれ以上だけど話してと言われても私の方も出てきませんので、ね、私のその動画を見ていただいて、その後の判断はその A さんに任すと。一方 A さんの方としてもそこで止まるしかないですよね、話がね。そうですね。だからといって、ただ不思議だなっていう感じで、で私はまだね、霊というものは認めてないけれども、実は他にもいろんなケースがあるんですよ。あのそれだけじゃなくてね、あの北海道から来てたやはり王さんという方の場合はですね、1月の勉強会では、まあ、武士馬からの周囲レーザー光線のようなものが私の側からですね、うわーっと、そんな速い距離じゃない、あ、速度じゃないんで、うわーっと出てきて自分の眉間にブサッと刺さったという、そういう事件も実際直近にはあるわけです、うん、他にもあの他にも、まあ、私の部屋で白い開口が飛び回るのを私とワイフが見ているという事件も今年入ってからもいろんな形で起きて、最近あの、まあ、一番その気になったのはあの電気がパカパカと消えたりついたりする事件も実は3回起きてるんですよ、私の部屋で、うんうん、まあ、あとは短いので長いのは40分以上あったという事件もあって、それから最近はパルス音ですね、バンバンバンってとんでもない音がビデオカメラの中、ビデオの中に映り込んでたというケースもあるわけです。で、まあ、そういうこともありましてね、まああのなんて言いますか、今回その話をですね、お姉さんから聞いて、ぜひまあ一度取材だけさせていただければと思って来ました。で、ひょっとしたらひょっとしてその霊かもしれないと、はい、っていうことで考えてはいるんですけども、林さんのビデオと違うのは、ここで起こってるのは動きがちょっと違いますよね。なんかこうあっち行ったりこっち行ったりしてるじゃないですか。林さんのビデオの場合はストレートに、あのそれはそういうのもありました。ああ、そうですか。あの2019年の
初めにありました、うん、7月にその、うん、今の動きがしたのがありましたので、うん、それと比較しています、はい、あ、それ、そうですね、これは今日の中に映ってもらってこういうふうに動きました、うんうんうん、で早いです。でよく見ると着物の中を突き抜けてくるんですよ、うん、あの今のあの方の声入っちゃいますけども、個人的な話なさってらっしゃいます？あ、そうですね。あちらにもし、林さん、あちらの部屋で、じゃあ一度ここで切ります、はい、たった今別の部屋で A さんの話をお伺いしてたんですけども、まあ、別の客さんがおいでになりまして、お姉さんと会話をなさり始めましたので、こちらの部屋に移りました。で、先ほどの続きを A さんの方から聞いて、それでまあその皆さんにね、あとは皆さんの判断ということになるわけですけども、まあ、A さんがおっしゃるにはですね、動きがその違う、私もそう感じてますけども、しかし2019年のあれはね、私がね、寒いかね、ジンベエを着てビデオ認証を撮っている時にね、その前を通ったその超小型の物体もですね、一見すると虫のような動きでピピピピピピッと動くんですね。ところが拡大して、速度を落としてスローにして拡大してみると、そのこの衣服の、ね、間を抜けていくんですよ、こういうふうにね。そういうシーンが2箇所ぐらいあったのかな。それでもう一つは、その私の膝をね、やっぱり貫いて飛んでいくところもきちんと取られていました。そういうところから、それはそのゴミやホコリや虫ではないと。でもしそれをね、逆に虫やホコリや塵やゴミやね、葉っぱであるっていうようなふうに言われましたらね、じゃあなぜそんなものがね、私の膝の間を貫いて飛んでいくんだということを証明できない限りですね、私の説を否定することはできないというふうに、まあ私は考えています。で、今回、まあこれからね、その画像をですね、いただきましたので、それをその、もう一度その我が家に帰ってね、検証して、そして、まあその、今の段階では何とも判断しかねますのでね、そして2019年だったと思うんですけどね、寒いって言ってですね、準備着て、したものをの中に映り込んでいたその物体とですね、動きが大変よく似てるものですからね、同じかどうかということを調べて、その、また報告しまったら、まあ、この今、この28階のですね、大変近代的な、まあその、お姉さんの雰囲気もあったんですよ。私、もう少しね、まあ、どうしてかというと、どっかカントリーっぽい人だと思ってたもんですからね、もう、まあ、全く私の生活は異質な、モダンな生活をなさっておられたんで、そのここはですね、そのマンションの、いや、高層マンション、タワーマンションのね、28階なんですよ。ですから、虫が飛ぶとかね、そういう雰囲気は全くないですね。で、今でも飛んでればも見えるわけですからね、それを皆さんもどうか誤解なさないでいただきたいと思いますけども、どうなんでしょうか、ここで虫が飛んでいるということをご覧になったことあります？まあ、家の中で見たことないですね。確かに高層マンションなんで風も強いし、ここまで登ってくるっていうのは考えられないかなとも確かに思います、言われてみれば。で、ただあれが何なのか実際わからないですけど、不思議に思うのが、同じ時間帯っていうのは夜中の12時から朝5時から6時ぐらいにかけて同じ場所でいつも映るっていうのが不思議だなと思って。ああ、そうか、時間帯を調べなきゃいけないんだな。そうですね、大体でもまあ夜中ですね、人が寝静まったような時間帯に出てますね。で、同じ玄関のあの場所なんで、それがちょっと面白いなとは思うんですけど、光を真っ暗じゃないんですか？じゃあ、真っ暗です。で、どうして映るんですかね？あれはカメラのセンサーが暗闇でも撮れるように。あれ真っ暗なんですか？真っ暗です。あれ真っ暗、真っ暗です。で、人間の目で見たら真っ暗なんだ。そうですね。あ、そうですか。で、確かにそれに白く映ってるってことはかなり暗視カメラ、僕はどっか電気がついてて、その光を反射してたんじゃないかと思ったんだけど、そうではないってこと？あ、そうではないですね。でも画像で見ると白いですよね。そうです。あれ一台光ってたってことでしょうね。あれは多分カメラの、まあ、センサーでしょうね。暗闇でも撮れるようなものなんで、そこはある意味で重要ですね。はいはい。で、まあ、あそこの玄関ってライトが自動で、人が歩くと自動でつくようになってるんですね。だからたまに例えば自分が通った時にライトがパッてついて、そういう時はカラーで映ってると思うんですけど、ライトがついた時はカラーで見えるはずです。うん、
で消えてる時はあの白黒っぽい映像なんで、だからあのさっきも一緒に見たビデオっていうのはほぼほぼ白黒でしたよね。っていうことはあれ暗闇の中で撮られてます。カメラのセンサーで、まあ、性能がいいということです ね、簡単に言えば、うん、真っ暗ですか。真っ暗です。真っ暗の中で皆さんあのそうした画像が撮れたということを、まあ、一つ考えていただきたいなということですよね。私もそれ、まあ、聞いて驚いたんですけどね。あ、僕はもうあの部屋中電気ついててそれを反射してパラパラ飛んでるんだなと思ってたんで、それは誤解だったということですね。わかりました。で、A さん、あなたの印象としては、はい、ワイフはそういう言葉を使うと非常に嫌がるんですけども、私もちょっとね、初めてね、その話を聞いたときにね、心霊現象的なね、その現象で、ふわっと動いたことは事実なんですよ。ですから、率直に言ってね、背筋がゾッとしたですね。はいはい、それはあの、怖いとか、その、そういうもんじゃなくて、今まで知らなかった世界がまた前に、できた、現れたっていうような感じでね、その瞬間ゾッヒヤッ、悪い意味じゃなくてね、うんうん、その自分の今まで その考え方がですね、ドーンと突き落とされるような、なんて言いますか、戦慄感っていうのを覚えましたね。まあだけども考え方によってはそのまあ今までの流れからするとですね、上の方はねずっとみんな見てらっしゃるんだと。で、お姉さんの動きもそうですよね。これだけたくさん東京とかねに人がいてですよ、そのなんて言いますか、あと追いかけるようにしてそのここの場で現れたということと、それからお姉さんの部屋でそれが現れたということでですね、何かしらこう因果関係を切ることもできないような緊張感って言いますかね、それがあるわけですよね。で、私は率直にこの前ね、電話でお姉さんと話した時に、よかったですねって言っちゃった。それが亡くなったことは悲しい、寂しい、僕もガクッときましたよ。しかし、多分ね、安らかな気持ちでね、上の方にね、みんなが来てくれて、最後はお姉さんをね、迎えてくださったんだな、というような思いを私は強く持ちましたね。はい。あの、みんなにね、温かい、なんて言いますか、特にね、あなたをですね、常に、自分の息子さんのようにね、あの自慢しておられましたからね。で、時々来てくれるんだよ、泊まってくれるんだよ、嬉しいよってね感じでね、あの話しておられましたので、そういう方がね、わざわざオーストラリアから帰ってくられて、そしてその今ね、そういう思いを持ってくださるということは、多分お姉さんはね、最後に最後で、多分私の印象ですよ、上の方に迎えられたんじゃないかなと思いますね。でもそれも考えてみれば不思議なんですけどもね、なぜその私も住所しか知らない、時々何かをね送ったりもらったりしてましたけど、住所しか知らない、そのここへ来たの今日初めてですけど、その場にね、こうでこういう現象が起きたっていうことはね、いわゆる上の方の目で見るとね、いわゆるまさに全てを見通しっていう感じ、うん、そんな細かいことは私はあちこちで経験してるんですよ、うんうん、どうして私がこのいうことをね、上の人が知ったんだろうと思う場面には、で今まで何回も出会いました。誰にも言ってないし、突然来たんだし、それもビルの中の奥の方だったりしてね、どうしてこんなところに来てくださったんだろうって思うことは今まで何度もありました。しかし今度はですね、私を離れて今までね、ずっと私を支えてくださった大根田さんの世界でね、こういうことが起きたということについてね、今までそういうことがたびたびあるんですよ。一つの段階を超えると次の段階、次の段階を超えるとまた次の段階、次の段階を超えるとまた次の段階来るんですけども、今回ね、この事件を契機にいよいよ次のまた段階に入ったんだなという思いがあります。次の段階ってことはね、いろんな段階があるの、今までで、今その上の方のね、その行動、まあ、私への逆にね、接し方を見ていると、その次のステップに入ったんだなという思いが大変強くします。まあ、簡単に説明すると、最初はね、音なんですよ。それから今度は音、それからあの3回目はね、巨大な V 字型 UFO を見せてもらいましたから、うんうんうん、それからテレパシー事件と続いて、いろんなことがあって、もううるさいからもうほっといてくださいって言ったのが2017年の終わり頃で、2018年に入って
勉強会が始まって、私を離れて今度は勉強会でみんなが見るようになる、私は見てない。そして18年19年と続いて、最後はまあ黄金色の緑色 UFO 事件、それで黄金の六芒星事件と続いてコロナ騒動に入っていくわけですよ。でそれからは今度は私の部屋でその外交が飛び交う事件が起きるようになった。で2021年にあのいわゆる六条までの不思議事件、先ほどね見ていただきました事件が起きて、それから今度はですねパルソン信号事件というのが起きるんですよ。あ、その前にパカパカ事件ですよ、電気がついたり消えたり、もうその頃になると疲れてしまいましてね、私も。それから今度はパルソンが、今まで話したのは全部証拠のない話です。それ証拠のない話はもう私収録しませんので、はい、それで証拠があって画像があるとか証言者がいる話はこうして今話してるわけですけどもね。でそれが今度終わって、今度はいよいよねその段階、今先ほど段階を追ったっていうのはそういう意味なんですけども、今度は私の立場を超えて、そしてその第三者って言いますかね、まあ、私のそばでずっと私を支えてくださった方の近辺で起きたという意味においてね、次のステップに入ったような気がします、うんうん、次のステップに入ったということはこれから先何があるか分かりませんけどね、しかしいよいよねまた次のステップにあの上の方がね入ってこられたという意識は持っています。そういう意味でね、今回の事件はしっかりと記録に残しておきたいと思います。で次のステップがあった時にね、後追い的に前の事件が正しかったということ、今までの人生みんなそうなんですよ、はい、例えば最初の光が出た時でもみんな嘘だインチキだ、証言者たちはみんな集団催眠にかかったんだって言ってたんですけどね、本当に今度画像の中に撮られてきたらね、そういう言葉は引っ込みましたからね。で1回だけだと CG だなんだって、それが6回も続いてくるとですね、もうみんなそうじゃないと思ってくる。しかも去年の2021年の5月31日の六条番奇跡事件はですね、合計100回以上のものが飛び交うわけですよ。そして勉強会にわざわざね東京からおいでくださった方がですね、それはあのコンピューター技師の方だったんですよ。その方がですね、帰り際に私にこう言ってくださいました。林先生ねと、その私もプロの専門家だけども、これは CG で、先ほどの画像を見ていただいた画像ね、あれはCG でできるような画像じゃないということは私はもう最初に見て分かりましたよとおっしゃってくださったんでね、それであの前に残しておいた記録がですね後々生きてくるということがあるわけですよ、うん、で今回も大根津さんの部屋をね飛び交ったその開口がですね、後々またあっちでも来たこっちでも来たということになってくると、今度は逆に今度は逆証明されるわけですよね、うん、ですからそういう意味においてね、こうして記録を残してきちんとした形で皆さんにね見ていただいてね、そしてその残しておきたいと。で今一番今日安心したことは、先ほどずっとそのお姉さんとそれから A さんあなたと話してね、もう分かりますよ、この方は本当のこと言ってるか嘘言ってるか、そんなやったりする意味ないもんね。まあそうですよね、あんなのね、だって A さん自身は私の活動知らないでしょ。知らないです。見たことないでしょ。だから余計いいんですよ。これ見たことある人ならば林をね脅かしてやろうとかからかってやろうとかね、そういうことを英語ではプレイングシズで足を引いてやろうとかっていう形でそのからかってやろうかと思うんですけど、そんなないもんね、うん、ないですね。だからよかったの、うん、お姉さんもね実はあんまりあのそういう話は興味あるとおっしゃってたけども、はいはい、電話ではね、だけどそういう世界にはまだ入っていらっしゃらなかったので、うん、だから私の動画を見てそういうものを偽造しようなんて方じゃないということは分かったし、それから会って会えば分かりますよ、誠実な方がグッドマンかそうじゃないかということは見てわかりますよ。そういう意味でね今日来てよかったなと思います。ですからあの画像は距離感がないんですよ、さっき言っていただいた画像はね、距離感がないということはもう 100% 信頼して分析できて、またそれにしうる画像であるということをね私分かりましたのでね、安心してあの分析させてください、はい、よろしくお願いします。まああと細かい話ではもともかくも大根津さんが正直に言ってかね、あの血縁関係はないんだけども、ずっと会ってからこの方も10年近くなるんですけども、10年8年になりますね、あのずっとあなたをね、あの私の息子なんだよ息子なんだよって言ってね、会うたんびにあの自慢にしておられたこと私覚えてますのでね、あのその方の関係でねこういう事件が亡くなってから、まあ防犯カメラに映ったのは11月1日からということになりますからね、その間に5日間ぐらいの間がありますけども、4日か5日ありますけども、
がしかしそれを見てね、だけどどうしてその防犯カメラを11月1日からつけようになっている、これは本人、尾根田薫の本人の希望で、まあ、ちょっといろいろありまして、ここは言っていいのかどうかわからないんですけど、まあまあ、もしあったらカットしてください、はい、あの身内関係で、え、身内関係ですね、尾根田さんの血の血縁のある方の身内とちょっといろいろ、まあ、まあ、それは聞いてました、あ、はい、その私も聞いてますので、関係で本人が家にいられないじゃないですか、病院に入院してるんで、なんでその薫さんのお友達に頼んでちょっと設置しといてくれないかっていうのが始まりです。なるほど、ね、分かりました、それは結構です、あ、いいです、あの俺さんもそうなんですよ、そういうところあるんですよ、あの、はい、そこで、ね、話すんだけど、正直な方ですからね、だけども大丈夫だと思います、今の話でもね、あ、はい、でそういうことで今日はですね来て、私大変貴重な資料を手に入れましたのでね、で皆さんにねこの動画を見ていただいた方に話したいんですけども、私やっぱりここ来てね、ここはね虫が飛ぶようなね部屋では絶対なりませんね、間違いないですね、それはそれは私の山の家なのか分かりませんけどね、うんうんうん、それからその埃が舞うようなところでもないし、時間的にも先ほどね見ましたように部屋の中真っ暗だったという話ですからね、それぐらいも近代的で、もうおそらく私よく分かりませんけども、東京でも、まあ、東京にしますけど超一級のあのマンションだと思います、玄関入ってからエントランスもね50メートル100メートルぐらいありますから、超一級の住居だと思いますけども、そんなところの28階にね、そのそうしたものが飛び交うということはありえませんということを、まあ、最後にね申し添えて今日の、まあ、一応ビデオであり終わってきます。あとの判断はね、例えばなぜその私も今それ考えてるんですけどもね、そのそれが何かのね感じでね感じてますか、原因の基本にね上の方の意思意図があるとしたらね、なぜどうしてってことを考えていくことですね、先ほど少し言ったみたいですけどもね、私最初にその話を聞いた時にね、あのお姉さんの方から聞いた時にですね、よかったなと思いました、あの一番ね、あの彼がお姉さんが信頼できる人のね元でずっと過ごされる、そしてなんて言いますか、その心がねそういうところに、そのまた私はね霊という言葉を使ったことはありません、スピリチュアルなね霊魂というのは私にはまだ分かりませんけども、そう考えれば簡単なんですけどもね、その霊という言葉を使ってね考えて帰ってしまう、簡単に何も考えないで言う時には霊だ霊だ霊が現れたんだって言えばそれで済むわけですけどね、もうそれは今日のテーマじゃありませんのでね、一応事実だけを皆さんに報告してですね、皆さんにその動画を見ていただいてですね、まあその編集者動画になりますけども、その部分だけをね編集者動画を見ていただくんですけども、それを見て後の判断は皆さんにお任せしますということでですね、途中で部屋が変わりましたけども、この動画はここではあります、何か一言。あ、そうですね、あれが何なのかは実際わからないんですけど、もしかしたらホコリかもしれないし、もしかしたら虫かもしれないし、それ以外の、まあ、霊とかそういうものなのかもしれないんですけど、そこはあの林先生に研究してもらって、勉強会であの皆さんと意見を交換してもらって、何か一つ結論が出たらいいなと思います。はい、わかりました。ではどうも本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。これで今日は失礼しますので、お姉さんに代わってあのインタビューしてくださいね。どうもありがとうございました。